はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ホイールサイズの読み方とつらい位置にするための計算方法を紹介していきたいと思います。まあ、このつらい位置にするためのね、計算方法なんですけど、すごいね、助かるサイトを見つけたので、そちらも紹介していきたいと思うので、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。はい、じゃあまずですね、はじめにスイフトスポーツの純正のホイールサイズをね、見ていきたいと思います。はい、こちらですね、17インチ 6.5J オフセット 50 5H 114.3 というのがね、あるんですけど、こちらがですね、スイフトスポーツ純正のホイールのサイズとなっております。じゃあ一つずつ見ていきましょう。はい、17インチですね。こちらはですね、ホイールの直径の大きさを表しています。他にもね、16インチ、18インチとあるんですけど、まあこの辺は皆さんご存知だと思うので割愛していきたいと思います。6.5J なんですけど、こちらの数字はですね、ホイールのリム幅、まあホイール幅とも言います。こちらはですね、1J、25.4mm 太くなるということなので、まあ、7.5J 履きたいっていう方はですね、純正の 6.5J より 25.4mm 太くなるということになります。 7J っていう方はね、純正ホイールから 12.7mm 太くなるという計算になります。次にオフセット50ですね。こちらの数字はですね、ホイールの裏にあるこの部分、取り付け目のね、位置を表しています。中心からね、 50mm のところにホイールの取り付け面があるという意味ですね。まあ、社外ホイールですと 50mm より少ない数字になってきます。まあ、47とか48、まあ、46とかですね。まあ、その数字が少ないとですね、取り付け面が中心に寄っていくので、ホイールはですね、外側に出てきます。なので48を選んだらね、純正よりは 2mm 外側に出ることになります。次に 5H ですね。こちらはですね、ホイールが止まってるナットの数ですね。まあ5ケツとも言いますよね。まあスイフトスポーツは5ケツなので5個のナットがついてます。逆にスイフトだと4ケツなので、5H じゃなくて 4H になります。なのでこの 5H なのに 4H のホイールを買っちゃうと確実につかないことになっちゃうので、その辺は気をつけてください。 114.3 という数字はですね、こちらの数字はホイールを止めているボルト穴の円の直径ですね。この円の直径をね、 PCD と言います。ホイールを選ぶときにね、気をつけないといけないのが、この PCD114.3 以外のね、ホイールを買ってしまうと、こちらはこちらでね、もう確実につかなくなってしまうので、こちらも気をつけてください。あと、今紹介した数字以外にもですね、ハブ径といって、スイフトスポーツのハブの穴の大きさがあるんですよね。それが 60mm なので、そのハブ径も一応頭に入れとかないと、それもちっちゃいの買っちゃうとね、入らないので、社外品は基本 73mm とかが多いので大丈夫だと思うんですけど、一応そこら辺もね、気をつけて見てみてください。はい、ということでね、まあ、ホイールサイズの読み方などを見てきたんですけど、次はですね、つらい位置にするための計算方法なんですけど、いいサイトをね、知り合いから教えてもらったので、それをね、皆さんと共有していきたいと思います。はい、ということでね、 Google でですね、ホイールオフセット計算っていうのをね、入力してもらうとこういう風にね、出てくるので、とりあえず一番上をクリックするとね、こう出ます。はい、現在のホイールリム幅、これ 6.5J ですね。はい、
で、オフセットが50。で、交換後のホイールなんですけど、一応ネットで調べると 7.5J の、オフセットが48ってあったかな。これをね、履いてるシュールで、これを参考にしてみましょう。はい、そうするとですね、まあ、外側がね、はみ出しは 14.7 ミリはみ出しで、内側がね、10.7 ミリはみ出すということなんですね。まあ、これで走るってことはですね、10.7 ミリは確実に内側大丈夫ということなんですよね。スイフトスポーツはですね、フロントが、約15ミリ。リアが20から24ミリ。だいたいね、外に出せるので、こう考えたらね、もう1ミリいけるかな。まあでもちょっと冒険すると怖いのでね、多分 7.5J だったら48がいいかなって正直思います。はい。で、逆に 7J にするとですね、8.5 ということで、オフセット45とかにしても全然大丈夫かなと思いますね。はい。こんな感じで、まあ、逆に言ったらこれでスペーサー3ミリとか入れてもいいのかなって思います。はい。ということでね、まあ、こんな感じの計算方法あるし、もう一つ、下に行くとね、こういうのもあります。先ほどの、ここね、これを押すとですね、今度、また違うパターンがあるんですけど、まあ大体一緒ですね。ここで、50って入れてもらって、で、7班の48。計算って入れると、ここに出ますね。14.7 ミリ、10.7 ミリ。まあ、青いのが現在のホイールの幅ですね。で、交換後はこうなりますよって、まあ、だいたい目安出してくれるので、すごい見やすくていいかなと思うし、悩んでる方はね、こういうサイトを使うとね、まあ、より新しいホイールを買い求めやすいのかなって思いました。はい、ということでね、まあ、この動画参考になれば嬉しいですね。まあ、参考になるなと思った方はね、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回。バイバーイ。